Hello everyone, and welcome back to Saving Middle. 水を持ってきたぞ。結構先は。ありがとう。We've had that off. でも、and now we're getting quite a bit. このままじゃ飲めないか。これ、使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。イエーイ。I'm still jogging by the way. やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナに逃げたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまった。というわけだ。何？じゃあバカスのマスターも？ああ、そうだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうか、わかった。Whatever you're saying, I cannot understand it.
fine, he's dead. I mean, no concussions, yeah, totally. Kiryu's never killed him, right? That's how it works. レイナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。イエーイ。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるかさっき。弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ Of course it's sunflower。 お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ。他にどうしようもねえな。 Yeah, I guess we don't have a choice, huh?おじさん、すぐにアレスに行く？ Yep, let's go right away, because what could possibly go wrong? 出発しよう。 It's not like I should be grinding or something, right? じゃあ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとかな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。ふん、この町にいろんな思い出があるんだね。まあ、おじさんは、なんで母さんを探してるの？話すと長くなるか。俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまない。
ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？え、どういうって？で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？ Sure。 ああ、そうだ。ああ、本当に？じゃあ身分証明できるもんある？いや、ない。身分証明書もないの？こダメだよおじさん、私ひまわりに連れ戻されちゃう。まあその辺も署でゆっくりね。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね。ああ、はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。Thanks, Haruki. 君はお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。I'm not sure that really counts. Okay. よろしく。I guess we're here.ここだよ、おじさん。Yeah, that's Millennium Tower, all right. I'm sure that's not my manager, but I don't know. Right. So, yeah, さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。うん、あ、sorry Haruka。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。
Combination, huh? 驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。That's a pretty hidden bar. I don't think they get a lot of clients.Cheap. あ、おじさん、こっちだよ。なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。That sounds like already part of the big sub. あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っておくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、Sure, that sounds good. Let me use そうか。お前らもユミとミズキを。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はあ、俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。やばった。遠慮なく言ったれや。Stop stunning me.
he's dead. Oh, I can upgrade abilities. Let's do that right away. Might as well, right? And you know, drink some of this stuff. I prefer this for most of them. I should really stop doing that, huh? I can't do this. Do that now. Okay.
They have so much healing, right? おじさん、なんで、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。ジェミノンロン、マダレンチャイ。心臓移植？ええ。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。 That's quite a bit. 用意できますか？おう、組長さん。松重。何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万、どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ、松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。え、ほんじゃこれからは仲良くやりましょうや。
組長さん。I don't like this guy. じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり、連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は、今、カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。Right then. That was the thing. 出かけるの？私も行く。You sure about that? It's kind of dangerous. キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。 That would be useful. ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか？サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが、行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、ハルカのことを頼めるか？ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。 Alright. I know where to go now. 気をつけてね、キリュウちゃん。 Will do. And by carefully mean I will break any face that dares to look at me funnyThat's how it works, right? Anyway, hope you'll have fun. Yeah, next time we'll go to Westside, so go to the exclamation mark there on the minimap. Pretty cool though. What to spend my points on? I'll check this off camera. For now though.You have fun, and I'll see you next time. Bye!